皆さんこんばんは。東邦大の芹澤と申します。先ほど大塚先生と同じ、ご講演いただいた大塚先生と同じですね、私も、大学院の理工学研究科に所属しています。で、専攻が有機鉱物種専攻、まあ、やっぱり鉱物種になります。ただ大塚先生の場合には基本的には、なんでしょうね、まあ、合成物を使ったご研究なんですが、私の方はですね、むしろ生物由来ですとか、あるいは天然由来ですね、こういった鉱物種を使った研究をしているということになります。まあ、そんなわけで今日はですね、海の生き物が水質浄化する材料にと素材にということで、まあ、ベールを脱いだセルロースの意外な性質ということで、まあ、セルロースですね、これについて研究しておりまして、この時間を使わせていただいてですね、ご紹介させたいというふうに思います。で、まあ、優しい科学技術セミナーということでしたので、ちょっとあまりですね、いわゆる実験でですね、これをお示しすることはありませんが、まあ、私どもどういったことを考えて研究しているかということをですね、まあ、ご紹介、ご理解いただければというふうに思っております。まずセルロースですね。でもちろんこの言葉はですね、一度は聞かれたことあるんじゃないかというふうに思います。これ私ども市販品として手に入れることになります。これ白い粉末です。でこのセルロース、これ意外にもですね、地球上で最も、まあ、豊富な有機物というふうに言われています。これ後ほどお示しいたしますが、例えば木材、これはかなりの部分がセルロースで、木材ですので、これは相当量が多い。まあ、それだけでご想像いただけるかと思います。これはもう毎年のように作られているわけですね。で、一つだけ、まあ、今日お示しする化学構造式というのはほとんどありません。セルロースの化学構造式、こちらに示してあります。ちょっとごちゃごちゃしておりますけれども、まあ、この際、ごく簡単にお考えいただきたいんですが、これはですね、いわゆるグルコースと呼ばれる、まあ、砂糖、お砂糖ですね。これがこうつながった紐状の、まあ、分子で、分子量が大きいということで、まあ、我々昆布していますが、まあ、そういったものになります。これがセルロースです。まあ、お砂糖といいましてもですね、これ食べて甘いわけじゃないです。もちろん木かじってもとか問題ですが、まあ、そこは化学の面白いところ、あるいは生態の面白いところでして、まあ、この辺りの結合がちょっと変わるとですね、これが突然甘く感じたりするんですが、まあ、いずれにしてもセルロース、これは砂糖からできていますけれども、まあ、決して甘くはないというふうに。で、まあ、実は結構身の回りで使われております。これもご存知の方もいらっしゃるかと思いますが、まあ、セルロース、まあ、これからまあ綺麗な紙ができます。これはよくご存知です。あと有名なのは、例えばレーヨンですね。セルロースを原料にしまして、いわゆる人権ですね。非常に強い繊維を作ることができます。もうこれは、まあ、天然由来の繊維というか、まあ、非常に有名なものです。であとは、まあ、セロというところからなんとなく想像できるかもしれません。これセロなんですね。まあ、最近ですとあまり見かけませんが、例えば子供たちが工作でステンドグラスを作っています。ちょっとこうパリパリとしたフィルムですね、非常に透明性が高い、あれがいわゆるセロなんでして、まあ、セルロースからできているということです。あとはですね、まあ、この、まあ、10年代でしょうか、皆さんご存知のナタデココですね。これも実は独特の食感はですね、これセルロースに由来します。これは菌が作るセルロースですけれども、菌がですね、勝手にどん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 セルロースを分泌して、こんな形に塊として出来上がるんですね。まあ、これが非常に食感がいいというと、まあ、残念ながらほとんどこれ毒にも薬にもならないということで、まあ、食べ物としてはいいのかもしれませんけれども、まあ、日常的にセルロースを口に入れているという方もいらっしゃると思います。でもう少し具体的にセルロースを含む天然物ということで、まあ、こちらにお示ししています。先ほど申し上げました通り木材ですね、まあ、50% に重量で迫ること、これセルロースが含まれています。あるいはこれ麻ですね、麻、これも結構量を多くて、まあ、60% から 75% の重さ、これセルロースと含まれています。
で、もう一つ有名なのは綿ですね。これ綿花です。この白いものですね。ここはもう 80% 以上これセルロースからできてますね。非常にたくさんのところで天然にはセルロースがあります。で、その特徴です。この下をご覧いただきたいんですが、まあ、木材は申し上げることもありませんけれども、まあ、なかなか腐りづらいといった特徴があります。まあ、つまり科学的に見ますと、まあ、分解されずに安定だということですね。あるいは麻ですと、こういった袋を作りますと非常に強いですね。非常に強靭だということです。で、もう一つ綿、これはもう私どもの身の回りのこれ衣類ですね。これ綿で作った衣類っていうのは非常にいいわけでして、まあ、といいますのはこれアルカリ性に非常に強くて、まあ、非常に洗濯がしやすい、まあ、そういった特徴があります。申し上げたいのはですね、セルロース、これ天然でいろんなところで使われている。もちろんそこには理由がありまして、まあ、分解されにくく安定で、まあ、非常に強靭な材料ということですね。まあ、ですからおそらく進化の過程で、まあ、このセルロースといったものが、まあ、生き残ってきたということが言えるかと思います。で、セルロースがですね、なぜ強いのか、まあ、少しずつこう分子レベルの話に落とし込んでいきますが、まあ、木材を一つの例にとります。木材、これは植物です。この中には植物細胞、まあ、いわゆる細胞というものがあります。で、これ絵で描くとこんな形です。細胞というのは一つのこう、まあ、球状の物体ですね。大きさで言いますとミクロの世界なんですけれども、まあ、この中に生命を維持するために必要なものが全て詰め込まれている。最も最小単位、まあ、これが細胞ですね。で、植物細胞の場合ですと、実はこの細胞壁と呼ばれるこの周りにセルロースが非常にたくさんいます。これはまあ、中学校ですとか元学校の生物等の教科書で、まあ、よく議論話が出てくる部分だと思うんですけれども、これですね、実は結構面白くてですね、なぜ強いのかという話なんですが、当然これセルロース1本の鎖分子ですので、この細胞の中でそれなりにこう作られるわけです。で、当然これ1本ずつ作られるんですが、1本の鎖がふらふらしていてもですね、これはなかなか強さにつながらないですね。で、まあ、こういった植物細胞でじゃあ何が起こってるかというとですね、同時に何本もワッと作ってですね、それが1本の繊維にその場でこう防止されるように、これが起こります。で、それがいわゆるこう結晶のセルロースということなんですけれども、まあ、一つのこう非常に硬いプラスチックの棒をイメージしていただいたらいいかもしれませんが、それがですね、木材の場合ですと大体40本ぐらいですね、先ほどのセルロースの分子が束ねられて結晶になる、繊維になります。で、それだけですとちょっと弱いんですけれども、それがさらにですね、たくさん束ねられまして、一つの大きな繊維ができている、まあ、非常に階層的に構造を作るんですね。これが強度の非常に大事なポイントということになります。で、こう言いますとおそらくイメージされた方もいらっしゃるんじゃないかと思うんですが、まあ、いわゆる3本の矢に置き換えていただくといいということですね。まあ、1本の矢ですと弱い、まあ、ここちょっとあるホームページから取ってきてます。まあ、もうにもとないですね、だいぶ変わりなんでしょうけど、3人の子供たちがですね、まあ、森家の教えを言うわけですね、まあ、それが、まあ、1本の矢ですと弱い、これ3本束ねると強い、まあ、みんな協力して生きていきなさいと、まあ、言うんです。これは皆さんご存じと、これと同じようなことがですね、実はこのセルロースの世界でも起こっていると思います。分子1本ですと弱いんですけれども、それを非常にたくさん束ねているということを知る、まあ、さながらここで言いますと、この最初にできるセルロースの結晶の繊維ですね、これがまあ一本の矢に相当する、まあ、そういったイメージで捉えていただければというふうに思います。で、まあ、これがセルロースという世界なんですけれども、で、最初にお示ししたセルロースの白い粉末があったと思うんですが、あれはですね、まあ、細胞っていうのはいろんなものが他にたくさん余計なものがあります。ですので、まあ、この硬い部分だけを科学的に抽出してくるということをします。まあ、それをこう材料に作り込んでいくということになるんです。
で、まあ、少し話を変えさせてあげます、まあ、今日 のタイトルにもお付けさせてありました、まあ、海の生き物だということなんですが、まあ、ここで少し海の生き物が出ております、ここでお話しさせていただくのは、いわゆるホヤですね。まあ、実はホヤってのはセルロースを作る、まあ、海の生き物ということで知られています。こういった話をですね、小学生とか中学生や高校生ぐらいにするときは必ずホヤって知ってますかと聞くんですけれども、おそらくここにいらっしゃる方はほとんどご存知なんじゃないかというふうに思うんですね。理由はさっきの人でしょうまあ、いずれにしましてもホヤ、これ海の中ですとこんな形ですね、ちょっとこう岩にへばりついているわけですね。これすごく面白いのはですね、面白いと言いますのは、実はこれ動物なんですね。ホヤ、動物です。非常にこう原始的な動物なんです。で、何をやってるかといいますと、これよく見るとですね、もうこれちょっと見にくいんですけども、なんとなくこう穴が2つ開いてましてですね、でこっち側から海水取り込んで、こっち側にこう海水が出ていく。でその過程でですね、まあ、小さな微生物ですね、これをこそぎ取って、まあ、いわゆる食べてるんですね。まあ、動物です。これ植物ではありますけど、もうまるっきり植物なんですけど、植物では動物と言いますね。で、実はこのホヤのですね、外側の殻の部分、これ手に持たれたことがある方もいらっしゃるかもしれないですが、割と外側がですね、硬いんですよね。硬いんです。そこの部分にセルロースが結構たくさん含まれています。まあ、これはいわゆる非濃と言います。まあ、言葉は結構ですが、まあ、ここに含まれる。で、実はこれ体内でですね、セルロースを作る、まあ、唯一の動物ということが言われています。で、少し馴染みのある写真が出てきたという方もいらっしゃるかもしれませんが、実はこのホヤの内側ですね、まあ、これはもうまさにお酒のつぼみでいただく部分からです。で、この外側の殻、まあ、こんな形でぐちゃっとしてるんですけれども、まあ、ここにセルロースがいるということです。まあ、ちなみにですね、このホヤっていうのは年間これでいうと1万トン前後ですか、養殖されていると、まあ、ちょっと震災がありましたので若干減ってるかもしれませんが、まあ、ここは食べる、もちろん食べるんですけれども、この殻の部分はですね、まあ、産業廃棄物としてもまあ、量は知れてるんですけれども問題になっている、まあ、そういった状況で、これセルロース系の一つですね。ここから取ります。これなぜこのホヤから取らないといけないかというのはいろんな議論がございます。一言で申し上げますと、セルロースの素性がいいからですね。非常に解析しやすくて素性がいいものですから、古くから研究されていました。じゃあなぜホヤに注目するのか、ここにも実は大きなポイントがあって、先ほど申し上げましたように動物なんですね、ホヤって。ですから、例えば動物学でですね、例えば生殖ですとか受精ですとか、そういったのをこう研究する最も単純なモデルの物質として、生物屋さんから見ると、このホヤって宝の山に見えるんですね。で、我々から見てもこう、セルロース。まあ、残念ながらこちらになりますが、まあ、周りに宝の山に見えているということになります。で、まあ、少しだけセルロースの取り出し方をここに示します。まあ、これはあくまでもこうレシピですので、ざっとご覧いただきたいんですが、まあ、少しこう先ほどの殻をですね、いろんなもの含まれてますので、アルカリでこう処理するってことをします。なんかちょっとかなり汚くなりますけれども、まあ、こんな感じで少し最初の状態と変わります。で、それをですね、ちょっとミキサーで破砕しまして、まあ、この辺りまで来ると少し色がだいぶ落ちています。ちょっと上澄みを捨てたり洗ったりの作業をだいぶするんですけれども、で最終的にちょっと酸を使いましてですね、まあ、こういったドロドロの状態のものを分散させるっていう処理をします。そうするとセルロースの先ほどの芯の部分ですね、それだけがこううまく水に分散した状態で、ちょうど、まあ、薄い牛乳のような感じですね、ここにセルロースがいっぱい詰まってる、分散して浮いている、まあ、そんな状態でした。こういったものをこう取ってくることができます。で、それをですね、まあ、いわゆる電子顕微鏡と呼ばれる、一度は光
かれたことあるかもしれませんが、非常に高倍率の顕微鏡で観察するということをします。先ほどの牛乳のような液体ですね。それを見ますとこんな形で、繊維が見えています。これ大事な点ですので申し上げますが、これ一本一本のセルロースの鎖を見ているのではなくて、セルロースがある程度こう束ねられたものです。ホヤの場合はですね、この状態ですと大体1000本くらいが束ねられます。で、非常に結晶性が高くて、カチカチの繊維が取れています。そういった状況です。ちなみに大きさ言っておきますと、幅がですね20ナノメートルナノメートルと言いますと、1ミリの、1000分の1の1000分の1という、こういった大きさでしょうね。非常に細い。ただ長さはミクロ、つまりこういう繊維状のものなので、いわゆる芯状の結晶、幅がナノメートルということで、我々ナノ結晶という表現をしますが、こういったのが出てまいります。で、今このセルロース、こういった素材、何に使われているのかってことなんですが、これまさに有機物で、ホヤとはいえ天然物から抽出してきた、ちょうど3本の矢の矢、1本1本ですね、それに相当します。非常に軽くて、強い素材だということが言われています。で、今盛んに世界中で研究されているものって何かといいますと、これをですね、樹脂に混ぜて、樹脂の性質を改善してしまう、一言で言いますと強靭な樹脂を作りましょうということですね。これ実は天然での使い方をですね、人工物、樹脂で同じように使ってしまうということなんですね。我々やったことは天然の中から矢一本を抽出してくるという操作をしたんですけれども、一度こういうものができてしまうとですね、これを樹脂に混ぜて今度は人工の木材みたいなイメージでしょうかね。そういったのを作っていきましょう。これ実は非常にたくさん研究されているという状況にあります。さて、少し話が変わりますが、我々の発見、研究はですね、実はこの部分では全然なくてですね、それを少しお話しさせていただきたいというふうに思います。絵で描きますと、こんな形になります。私たちの発見とかなんですが、セルロースの、下水分解活性と言っています。専門用語はとにかく置いといていただきまして、我々発見した現象っていうのは非常に単純な話です。先ほどのセルロースの繊維、これは非常に硬い結晶なんですね。これがですね、実は、有機物、有機化合物、思い切って絵で描きますと、丸と三角と四角で、もう後ろの方に学生さんいますけど、こんなにいいのかと怒られそうですけれども、いずれにしてもですね、有機物、これがセルロースに接触すると実は有機物がこう分解されてしまう、こうバラバラになるんですね。これが実は我々が発見した内容ということに、つまりセルロースが有機化合物の温和な条件で分解することが分かりました。ちなみに最近こういった絵がすごく大事でしてお気づきの方もいらっしゃるかと思うんですけども、大学がですね、漫画家の方をこう定期的に雇ってくださってですね、それぞれの教員の似顔絵付きの漫画みたいなのを作ってくれるんですね。で、我々はそれをこういった形で流用させてもらったんですが、これは高校生なんかに関係があるんですね。いずれにしてもそので、ポイントはですね、この温和な条件っていうのが重要でして、後ほどまた申し上げますけど、有機物を切る、分解するっていうのはですね、意外にもいろんなアプリケーション、応用が考えられるんですけれども、非常に高い温度とかですね、非常に激しい条件で切ったところで、これは全く意味がないんですね。例えば今の我々生体、体と同じような条件ですね、つまり、いわゆる pH、pH ですか、それで言いますと中性付近 で、なおかつ温度が、30度とか40度とか、そのくらいで反応してくれると非常にいいわけですね。で、実はこのセルロースっていうのが、そういった条件で有機物を切っているということが分かってまいりました。
まあ、じゃあどんな相手を切るのかということですね。ちょっと一部化学組織少し出てますが、もう無視していただいて結構なんですが、結構いろんなものが切れます。まあ、一つはペプチドですね。まあ、最近ですと健康食品なんかによく入っています。これはアミノ酸がこういくつかつながった、まあ、分子の大きさからいくとちょっと小さい分子なんです。これはアミノ酸からできています。これをですね、こうプチプチと切ることができるとかですね、あるいは我々の体の中にはタンパク質ですね。これは、まあ、絵で描くとこんな形なんですけど、これはたくさんのアミノ酸がつながっています。まあ、分子の種類で言いますと、いわゆる小分子ですね。これもですね、セルロースの繊維の上に乗っかると、なんかいろんなところがプチプチ切れてしまう。まあ、そんなことも言ってました。で、さらにちょっと面白い、まあ、あれとしてはもう注目してるんですけれども、ウイルスですね。まあ、ウイルス殺したいというニーズは、当然いろんなところにあると思います。で、実はこんなウイルスがですね、まあ、これ一つの例なんですけれども、まあ、これたくさんのタンパク質で遺伝子が覆われている粒子、まあ、これがウイルスの定義だと思うんですけれども、これがセルロースの上に乗っかるとですね、ウイルスの体がブチブチ切れてしまってですね、まあ、ウイルスの機能を失ってしまうんですね。まあ、そんなことも言えました。で、こういったことがこうセルロースでいう、まあ、これはいいんじゃないかと思いますね。まあ、それで今聞きました。せっかくですから一つだけデータをお示しします。ちょっと一部英語も入ってますけれども、今言ったウイルス、こんな形で、まあ、絵で描くところです。まあ、絵っていうのは往々にして、まあ、デタラメでして、現実的なですね、形はちょっとこんな形してますね。これ、N13-5 というウイルスでして、これ我々の体には全く毒性を示さないウイルスです。これはまあ実験室で実験しますので、もう最初のモデルと考えていただきたいんですが、まあ、このウイルスっていうのは大腸菌に感染して、どんどん自分と同じクローンを増やすというウイルスですね。で、まあ、これはそんな毒性もないということで、これは扱いやすいっていうので、これセルロースと混ぜてですね、しばらく経ってこのウイルスの域をチェックするんですね。で、横軸にこれ時間です。これアワーですから、まあ丸1日ほどセルロースと混ぜる。で、縦軸はですね、まあとにかくセルロース、あ、ごめんなさい、ウイルスの域だと思っていただきたいんですけど、まあ、セルロースと混ぜないとですね、まあそこそこ、まあ、若干減ってきますけど、域がいいウイルスと言えるんですね。ところが、まあ、ある条件でセルロースを混ぜていくと、どん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 これ息が悪くなってきましてですね、まあ、24時間も経つと、実は 0.1% 以下のレベルまでこのウイルスというのは死んでいくということですね。まあ、つまり、まあ、こんなセルロースという材料がですね、まあ、ウイルスを不活性化していくと、こんなことなんだということですね。で、ちょっと喋りすぎましたので、できるだけ駆け足でいきますが、で、まあ、セルロース、こんなこと起こっていいのかってことですね。これすごく大事な点です。最初に申し上げましたけど、ナタデココとか我々食べてるんですね。あるいはいろんな食品にもセルロースって添加物が結構入ってます。ただ、おそらくご心配いただかなくていいのはですね、我々が使っているセルロースっていうのはですね、ナタデココのセルロースをさらに処理して細く、いわゆる3本の矢の矢の1本のレベルまで持っていくと、こういったことも少しこう束ねられて、その一本の矢がこう隠れているような状態ですと、おそらくこういうことになります。ですから、まあ、おそらくセルロースの食品という意味では大丈夫なんですが、まあ、我々としてはこれ結構面白いということで使っていきたいと思っているんですね。で、何かを切るというと、体の中ですと酵素というのがありまして、酵素というのは切った張ったを体の中でやって生命活動を維持をしています。まあ、体の中で起こる化学反応を促進しているんですね。まあ、それと同じようなこと、まあ、酵素っていうのはタンパク質からできてますが、まあ、糖類であるセルロースが起こすようになっています。で、まあ、テクノロジーとしまして、まあ、我々どういうことを考えているかっていうのを少し紹介しますが、まあ、一つは酵素の利用に迫りたいと思います。で、ご存知の方もいらっしゃるかもしれませんが、タンパク質酵素っていうのは身の回りで結構使われているんですね。例えば食品なんかも使われています。日用品、まあ、洗剤なんかですね、一昔前ですと酵素パウダーなんていうのがありました。まあ、酵素を入れるといいってですね、あるいはこう汚れをこそぎ落とすような効果があるというのです。あるいは医療分野でも使われています。まあ、工業的にも使われているんですね。
ただ残念ながら酵素っていうのはタンパク質ですので、まあ、ちょっと高い。あとは供給量の問題があります。でしかも科学的に見ますと不安定で、ちょっとそこら辺に投げておくってわけにいかないので、非常にきちっとした管理体制のもと機能を維持しないといけないんですが、まあ、セルロースこれはもう安価で体力より、まあ、科学的にも非常に安定なんですね。まあ、ですからこういった特徴を使った、まあ、利用法っていうのを今我々研究しているということですね。でその一つの可能性として、まあ、これがタイトルともつながるんですが、まあ、水処理剤ですねに使える可能性があるんじゃないかということで今研究しています。で水処理剤って言いますのは、まあ、いわゆる単なるろ過機能でもいいんですが、我々としてはそこに何か付加価値をつけたい、まあ、つまりろ過だけではなくて何かを不活性化する、まあ、これはウイルスでもいいですし毒素でもいいんですけども、そういったものを同時に行うような材料系に、まあ、セルロースを基本にして持っていけたらいいんじゃないかなというふうに思います。で一つだけちょっと紹介します。これ、まあ、あまりにプロトタイプでセルロースをですねこういったカラーに詰めまして、これ高々5ミリほどのセルロースの層をですねこういう包み作っています。で上からある試薬を入れて分解されると色がつくっていうデモンストレーションなんですが、まあ、果たしてこういうことが起こるかどうかっていうのをちょっとムービー動いてますのでご覧いただきたいんですが、ちょっと早いですかね、あの黄色、この辺り黄色くなってますね。ここにセルロースあります。上から液体を流してここを通過すると、まあ、黄色くなっているというのがお分かりいただけるんですね。まあ、ですからセルロースが、まあ、確かに活性があるということが、まあ、ご覧いただけるかと思います。一応あの我々大学の人間ですので、まあ、テクノロジーだけだと面白くないっていうので、まあ、サイエンスもやりたいと思っています。でタンパク質酵素の大事な特徴としてですね、例えば2つの大事な性質があってですね、 ABCDEFE とたくさんの物質がある中で A だけに効く、これは体の中で当然起こっているわけですね。あるいは A という物質は C、B にはいかないけど必ず B になる、これもよく起こっています。で果たしてこういったことがセルロースでですね迫れるかどうか、まあ、これはもうまさにサイエンス、まあ、研究の興味と言えるかもしれませんが、まあ、そういったところにも今あの研究を展開しているということになります。でこれ最後になります、大塚先生のですね最初の数枚のあのスライドに、これは何の父が出てきたんでしょうかね。あのプラスチックの父ですか。あの我々大学の先生は何とかの父っていうのを出すのがつくづく好きなんだなと思って、先ほど大塚先生のスライドを拝見したんですけれども、あの生化学にもあの父がおります。これはですね、まあ、1970年、この人素晴らしいのはですね、まあ、生化学っていうのは生き物の科学ですね、まあ、これを研究した人、生化学の父ですね。この方はですねさっき言ったタンパク質酵素、これ初めて見つけました。で一方ですねセルロースを見つけた方でね、でまあこれ最後のオチなんですけれども、このペイヤーさんという人がですね、まあ、見つけた物質がですね、まあ、現代でつながった、まあ、つないでいきたいというのが我々がやっているということなんです。あの以上雑白な話になりました。ご清聴いただきましてありがとうございます。皆さんこんばんは。東京工業大学の大学院理工学研究科有機鉱物物質専攻の先にご講演された2先生と同じ専攻に所属しております澤田と申します。本日は、ウイルスを素材として新しい材料を作るといった研究をご紹介させていただきたいと思います。あの先の芹沢先生のご講演ではズタズタに切れてしまいましたウイルスですが、それをなんとか材料として使っていきたいということを現在研究を進めております。まずいろいろ説明が必要なスライドから入ってしまっているんですけれども、ウイルスからフィルムを作ることができるということが最近になって分かってきています。目に見えないサイズ、もちろんウイルスは目に見えないということは皆さんご承知かと思うんですけれども、そういった目に見えないサイズのウイルスから手に取れるサイズのフィルムを作ることができるということが最近分かってきています。細かい話はいたしませんが、
ここにスケールバーがありますように、ここは1センチ1センチ程度のフィルムがウイルスから作ることができるということが分かっています。実際にここにウイルスからできているフィルムというのは我々の研究室でも作って持ってきたんですが、おそらく全く見えないかと思いますので、回して皆さんで回していただければ良いかなというふうに思います。これウイルスからできているフィルムなんですけれども、我々人体に全く無害なウイルスを使っておりますので、ご安心して見ていただければと思います。ただ決して気持ちがいいものではないと思いますので、シャーレを開けない方がよろしいかなというふうに思います。ではまず本日の内容に関して簡単にご紹介させていただきたいと思います。まずウイルスについて簡単に紹介した後に、ウイルスの特徴を利用した分子進化法と呼ばれる手法での材料作りをまずご紹介させていただければというふうに思います。またその後にウイルスそのものを利用した材料作りということでご紹介できればと思います。フィルムに関してもこのウイルスそのものを利用した材料作りという範疇に入ればというふうに思っております。ではまず最初にウイルスについてご紹介させていただきます。ここでは身の回りに存在するウイルスをいくつか示させていただきましたが、ウイルスと聞くとやはり我々人間にとっては悪いものであるといった印象をお持ちではないかなというふうに思います。実際にインフルエンザウイルス、肝炎のウイルス、HIV ウイルス、他にも様々なウイルスが我々の体に感染し病気を引き起こすということが知られています。特に季節性のインフルエンザなどでは毎年予防接種を受けることが悩んだりとか、いろんなことで我々はこのウイルスに悩まされながら生きているというふうに見ることもできます。じゃあこのウイルスっていうのは一体何なのと言いますと、若干、毒液あるいは粘液を意味するラテン語であるウェルスという単語に由来して命名されています。でこのウイルスとは何かと言いますと、遺伝子を持っておりまして、これは我々人間と同じ遺伝子を持っております。その一方で他の生物、宿主、宿主と呼びますが、宿主を利用して自己を複製できる微小な構造体である。これ若干微妙な表現になるんですけれども、我々人間というのは人間同士で、子孫を残すことができます。その一方でウイルスというのは他の生物を利用しなければ子孫を残すことができない。そういったことがウイルスと我々人間の違いになります。でまたウイルスというのは実は生命の最小単位であります細胞を持たないため生物ではないというふうに定義されています。非常に微妙な表現になるんですが、生物学的な存在というふうに一般的には知られています。でここからが我々の生活に関わってくるところになるんですが、感染することで宿主の恒常性に影響を及ぼし、結果として病原体として振る舞うことがある。これもなかなか微妙な表現で示したんですが、ウイルスが我々の体に感染いたしますと、我々の体からするとウイルスというのは当然異物ですので反応が起きます。でその反応が正しくないように起きる、あるいは過剰だったりすることで病気という形で現れます。つまりウイルスそのものは毒素ではないというふうに言うことができます。これどういうことかと言いますと、ウイルスに感染した相手の反応によって結果として病気になっているというだけで、ウイルスそのものは悪いことをしようという気は自分を増やしたい、そういうことだけでして、ウイルスそのものは毒素ではないということをご承知してくださればというふうに思います。また細菌あるいは大腸菌に感染するウイルスというのはバクテリオファージというふうに呼ばれていまして、今皆さんにお示ししていますフィルムに関しては大腸菌に感染するウイルスですので、非常に安全なウイルス、我々人間にとっては安全なウイルスということができます。でこのウイルスの構造がどのようになっているということを簡単にご紹介させていただきたいと思います。大きく2つのウイルスに分けることができます。エンベロープと呼ばれる膜成分を持つウイルス、これは皆さんよくご存知のインフルエンザウイルスなどの構造です。その一方でエンベロープを持たないより単純な構造、バクテリオファージ、今お渡ししているようなフィルムなどを構成しているウイルスなどはこちらに分類されますが、非常にシンプルな構造のウイルスも存在します。まず簡単な方からご説明いたしますと、自分の子孫を残すための遺伝子を持っておりまして、その周りに核シドと呼ばれるタンパク質の殻を持っています。でこの殻は若干見にくいかもしれませんが、青い丸が集合化してより集まることで殻を作っています。でこの遺伝子と核シドと呼ばれるタンパク質、これだけで存在するものが
エンベロープを持ったのにバクテリオファージと呼ばれるウイルスになります。その一方で我々を悩ませているようなインフルエンザウイルスなどはこのウイルスの周りに脂質と呼ばれる油のような分子の膜でまとった状態で存在しています。その表面にはスパイクと呼ばれる糖やタンパク質、この辺は詳細は示しませんが、さまざまな機能を持ったスパイクが表面に存在しています。このスパイクは何のために存在するかといいますと、感染できるための宿主を探すため、あるいは感染できる宿主から排除されないため、そういった機能を持っているということが知られています。まあ、当然我々からすると異物のウイルスというのは早く排除したい対象であります。そういったことが排除されないように、自己を複製できるように、こういったものが進化の過程でウイルスを獲得しているということになります。基本構造としましては、遺伝子とそれを取り囲むカプシド、タンパク質の殻から構成されています。また、サイズに関しましては、数十から数百ナノメートル、これは1ミリメートルの1万分の1、10万分の1ぐらいのサイズになります。でありまして、他の生物の細胞の100から1000分の1程度、非常に小さなサイズであるということが知られています。実は天然にはさまざまな構造を持つウイルスというのが存在することが知られていまして、二重面体構造を持つ非常に美しい構造を持つウイルスというのが天然には存在することが知られています。ここでは典型例をいくつか示しましたが、非常に多くの数のウイルスが存在しています。これらはいずれの場合におきましてもカプシドと呼ばれるタンパク質、これがタンパク質1分子の模式的に書いた絵ですが、これが規則的に集合化することで非常に美しい構造体を形成しているということが分かっています。また我々の研究対象であります繊維状のウイルス、バクテリオファージというのも知られています。非常によく研究されているウイルスとしまして、タバコモザイクウイルスが知られていますが、これはタバコの葉に感染して増殖することができるウイルスで、一本層の遺伝子の周りに複数のタンパク質、一種類のタンパク質が多数取り囲んだような構造をしています。その一方でこのバクテリオファージに関しましては、複数のタンパク質、赤、青、緑のようなタンパク質が内部の DNA を取り囲むような構造をしています。現在私お見せしているようなフィルムに関してはこの M13 バクテリオファージを用いています。このバクテリオファージに関しましては様々な特徴を持っていることから研究対象としては幅広く用いられています。このように様々な構造、機能を持つウイルスというのが天然に存在するわけですが、ウイルスの研究というのは通常医学、生物学の世界で発展してまいりました。これは我々科学、化学をやっている人間の力で何とか利用して材料として利用できないかということを私は考えながら研究を進めております。まず2番目といたしまして、ウイルスの特徴を利用した分子進化法による材料作りということをご紹介できればと思います。若干細かい話が多くて恐縮なのですが、少し聞いていただければというふうに思います。また出てくることになったんですが、 M13 バクテリオファージです。これ、顕微鏡の写真を示していますが、5ナノメートル ×1 マイクロメートルと非常に細長い構造を持っています。このファージがなぜ広く研究されているかということに関して簡単にご紹介いたしますと、DNA、いわゆる遺伝子が完全に解析されています。そのため、例えば、この遺伝子3と呼ばれる部分はここの末端のヒゲのタンパク質に対応していますよということがすでに分かっています。そのため人工的に遺伝子を DNA をファージに導入して、これは、現代の技術で非常に簡単に導入することができます。いったことをしますと、この遺伝子3に対応しているタンパク質を模式的にここに示していますが、ここの末端にヒゲのようなペプチド、この遺伝子に対応したペプチドというのを発現することができます。この人工的に融合したペプチドを化合物のライブラリ、集団として利用することができるということがここ20年前ぐらいに報告されています。これ何がすごいのかといいますと、例えば7段機、DNA はさまざまなものが合成できますので、さまざまな DNA を使ってやると7つのアミノ酸が結合したペプチドの場合、天然のアミノ酸というのは20種類存在しますので、20の7乗の12億通りの分子の集団を簡単に作ることができます。
これは合成の手法でももちろん作ることができるんですけれども、まあ、膨大な時間とコストと量になってしまいますので、こういった生物を使って分子集団、ライブラリーと呼ばれる化合物集団を作るというのは非常に有用な技術であるというふうに最近見出されています。でこのファージによって構築された化合物のライブラリー、いわゆるファージライブラリーと我々は呼んでいますが、これを利用した分子進化法ということを行いますと、天然には存在しないような機能を持つ素晴らしい生態物質を作ることができます。でここでは便器上5種類のヒゲの色が違うファージを示しました。でこのファージウイルスの中から、例えばこの板に結合する、これはまあ例えば化合物と考えていただいて構わないと思うんですが、こういった化合物に結合する天然には存在しないウイルスが欲しいということを考えますと、この5種類のヒゲの生えたウイルスのライブラリーを板と相互作用させます。これを混ぜるだけです。で結合しないものは洗い流す。結合したものだけを回収するといった手法ができます。でこの回収したものだけを大腸菌を使って増幅することができますので、簡単に増やすことができます。でここが一つのポイントになってくるわけですが、12億通りの中から数種類を選ぶと、ものすごく少ない量になってしまうんです。しかしながら、このウイルスを使ったシステムを利用すると、大腸菌、宿主を使って簡単に増幅することができますので、非常に少ない量であっても、解析が可能なほど増やすことができるといった、そういったシステムになっています。でこういったシステムを使いますと、天然には存在しないような機能を持つペプチドというのを創生することができます。これはつまりペプチドを末端に持つウイルスを創生することができるということを意味しています。で我々の体というのは進化の過程を経まして非常に素晴らしい機能を持っているわけですが、逆に人工材料というのは我々から見ると本来は異物なわけです。ですのでそういった人工材料を見分ける必要は当然我々の体には存在しないのですが、試験管内、実験室内で分子進化といった手法を用いることで、酸化物、半導体、磁性体、金属、塩、ナノカーボン、高分子、これらは全て人工材料の典型例ですが、こういった人工材料に結合するペプチドというのを得ることができるといったことが分かっています。では実際にこれらペプチドがどういったことに利用されているのかということに関してご紹介いたしますと、これ英語もあって恐縮ですが、酸化亜鉛のようなものが結晶化できる、あるいはガリウムヒ素、これはヒカガリウムと呼ばれる半導体ですが、半導体基板を、見分けることができる、あるいは骨の材料であるヒドロキシアマタイトを完全に合成することができる、基板上に細胞をたくさん接着させることができるというように、ペプチドを使ってさまざまな機能を発現することができます。これらは全てウイルスの特徴を利用することによって獲得できたペプチドになります。また我々の話になって、我々は高分子を標的とした高分子に結合するペプチドウイルスということに着目した研究も進めておりまして、詳細はお示ししませんが、高分子の特有の構造、こういった量子媒介立体的な構造、あるいは高分子がより集まった集合構造、高分子のユニットの配列、直鎖分岐構造、多孔性などを見分けるペプチドを獲得するということに我々は成功してきています。では実際に高分子に結合するペプチドを獲得すればどんな良いことがあるのかというのを簡単にご紹介させていただきますと、例えば有用なタンパク質に融合することで、ペプチドをくっつけることで基板に対するタンパク質の結合が飛躍的に増大する、で金のナノ粒子というのを現在で調整することができますが、その表面にペプチドをたっぷり生やすことによって、高分子に結合することができるペプチドを構築することができる、あるいは高分子もナノ粒子を簡単に合成することができる、高分子基板に対してタンパク質や細胞も接着固定ができる、バイオセンシングや蛍光制御などさまざまな分野にペプチドが利用できる可能性というのを我々は見出しています。これらはまだまだ非常に基礎的な研究ですが、これらを高分子に結合するペプチドという新しい人工材料を使って、我々の生活に生きていくような材料
を創生していきたいというふうに我々も考えております。最後に、ウイルスそのものを利用した材料作りに関してご紹介させていただきたいというふうに思います。ここでもやはり繊維状ウイルスであります M13 バクテリオファージを用いています。非常に細長い構造をしたウイルスであることは先にご説明いたしましたが、このウイルスを使った研究、ウイルスを使って材料を作るといった研究が最近非常に始まりつつあります。ここ10年弱の間に様々なものがウイルスから作られています。例えばリチウムイオン電池。電池の素材にウイルスを使うことができるということが近年分かっています。また iPS 細胞などで最近さらに注目を集め始めていますが、細胞の運命を制御できるような材料としてウイルスを使うことができます。あるいは、がんの可視化、病気の可視化などにこういったウイルスを使うことができる。いった様々な分野において、M13 ファージと呼ばれるウイルスが材料の素材として利用できるといったことが近年報告されています。中でも、リチウムイオン電池に着目しますと、この場合でもやはりウイルスの材料に結合する能力というのが巧みに使われています。コバルトと呼ばれる無機物に結合するペプチドを提示したファージというのが用いられています。もともとはここ青で示した部分が紫になっているのがお分かりかと思いますが、コバルトに結合するペプチドというのをここの体の部分に大量に提示したファージというのが使われています。このファージウイルスに酸化コバルトナノ粒子、これは結合する能力を持ったペプチドを持っていますので、大量にくっつけることができます。これをリチウムイオン電池の陰極上で規則的に配列化させることによって、ウイルスがリチウム電池の素材として利用できるということが近年分かり始めています。ここではウイルスそのものが蓄電に関与するわけではなく、製造プロセスの一部としてウイルスが利用されています。ウイルスというのは簡便に増やすことができますので、環境低負荷低コストな電池として期待されています。その一方で、昨年度におきましては、ウイルスを使って発電するというシステムも報告されています。ここに液晶ディスプレイが見えるかと思いますが、ここに1という数字が表示されています。この1を表示する電力というのは、ウイルスが発電しています。ここでも M13 ファージと呼ばれるウイルスの構造が着目されており、指で力を加えると電気電力、これは67アンペア、400mV。炭酸電池の約4分の1程度の電圧になりますが、そういったものを生み出すことに成功しています。これも環境低負荷、低コスト、容易な構築が可能ということで、ウイルスから電気を作るといった研究が非常に着目されています。ここで開発したグループの動画があるので、実際にその動画をお示しいたします。アメリカのグループなので英語で非常に恐縮なんですが、ここにウイルスのデバイスというのが2種類あります。それを指で押していると液晶ディスプレイに数字が現れるというようなシステムになっています。で、ここに2種類存在しますので、2個を同時に押すと1という数字が表示されるといったようなシステムになっています。もちろんまだまだこれは押した瞬間しか電気が流れませんが、今後こういったデバイスを開発していくことによって、例えば研究これらを開発した研究者らは靴などに仕込むことによって、何かを充電できるようなシステムに将来的にウイルスが使うことができるのではないかというふうに、検討しています。こういったウイルスを電子デバイスとして作るといった研究が近年始まりつつありますが、我々は分子が加強して3次元網目を作った構造体であるハイドロゲル、ゲルと呼ばれる物質に着目して研究を進めています。このゲルというのは、大塚先生のご講演にもありましたが、網の中に水を含み流動性が低くなり、全体としては固体状になったものをゲルと言います。こんにゃく、ゼリー、寒天、おむつ、コンタクトレンズなどにゲルというのが使われています。ゲルそのものがどういったものかということを想像していただくには、こういったゼリーなどが一番都合がいいかと思います。ここではハイドロゲル、シリコンハイドロゲルからなるコンタクトレンズの絵をお示ししましたが、こういった3次元アニメの中に水が大量に含まれることで、
買い届けるという形を構築しています。まあ、こういった買い届けでは構造としても非常に身近、我々の身近に存在しますが、医療や、生物などの分野においてさまざまな材料として利用することができるのではないかということが検討されています。じゃあどういった構造から廃棄のゲルを作ることができるのかということをこれ簡単にご紹介させていただきます。低分子、短い小さい分子の場合には溶液中ではバラバラですので、それらをつなげてあげる必要があります。例えば天ぷら油の固化剤なんかを想像していただくと分かりやすいかと思うんですが、ドロドロになったものが天ぷら油固化剤を加えると硬くなる、これもある意味一つの、ゲルということになります。一方、高分子の世界におきましては、この青色のモノマーがつながったものが高分子になるわけですが、青いものとを合成する、青いものから紐を合成するときに黄色い分子、これは端掛けするような分子、鎖と鎖が端掛けするような分子を仕込んで合成すると自動的に網目構造が作られます。でこの場合は共有結合、化学的につながっている結合を使っていますので化学ゲルと呼ばれていて、高吸水性の樹脂などに用いられています。一方で高分子を作った後に単純に絡み合いを作る、絡み合い、高分子同士が長いので絡み合いを起こしますので、物理的な力によって加強するといったことができます。これは料理をすることなどは分かり、ご理解しやすいかもしれませんが、ゼラチンなどを冷やしていくと固まるといったことになります。でこのようにさまざまな構造からゲルを構築することができるのですが、いずれの場合においても分子と分子を端掛けしてやる必要があります。そこでウイルスからハイドロゲルを作ろうということを考えたときに、端掛けしてやる分子設計が必要になります。でここでもやはり M13 ファージを用いていますが、単独では当然ハイドロゲルにはなりませんので、加強点として金のナノ粒子を使うことを考えました。細かい話で恐縮ですが、金ナノ粒子の表面をあるタンパク質、抗体と呼ばれるタンパク質で修飾し、M13 ファージは遺伝子工学を用いることで末端にこの緑色のタンパク質と結合することができるペプチドというのを遺伝子工学的に調整しました。そうしますと、この2つの分子、金のナノ粒子とウイルスというのは長いウイルスの末端だけで金ナノ粒子と相互作用することができる、こういった分子設計になります。まあ、こういったものを混ぜるとさまざまな形を作ることが予想されるわけですが、我々はこの2つの分子を用いまして繊維状ウイルス、ファージを用い末端で物理加工することでハイドロゲルが創生できないということを検討しています。実際にこれはウイルスの調整方法ですが、遺伝子工学を使って大腸菌の遺伝子を切って目的の遺伝子を挿入するといった分子生物学的な処方を用いています。抗体を固定化した金ナノ粒子というものを調整しまして、末端にこの緑色のタンパク質、抗体と結合するペプチドを持つファージと混合いたしますと、容器を、これ若干見にくいんですが、容器を反転させても溶液が流れ落ちていないことが分かるかと思います。つまり溶液が固まってゲル化したということを示しています。その一方でこの2つが相互作用できないような条件では、ここに水は残っておらず下に流れ落ちていることが分かります。つまりウイルスと金ナノ粒子、これらが相互作用するような条件であれば、実はウイルスは溶液ではなくゲルのように固まるといったことが分かっています。これ他の分子設計を用いた場合でも同様に検討いたしました。先ほどお示ししました場合というのは相互作用が非常に強い、この2つの分子が強く相互作用する場合を示しましたが、それが弱くなるとどうなるかということも検討しています。これいずれの場合におきましても結合が10分の1、100分の1程度の弱さになりますが、いずれの場合におきましてもゲル形成、固まるといったことが分かりました。つまり繊維状ファージの末端、ウイルスの末端で加強することにより端掛けすることによりファージによるハイドロゲルを創生できるということを我々が聞き出しています。今回用いました分子の設計を改めまして見てみますと、金ナノ粒子の上には抗体と呼ばれるタンパク質が存在しています。
ウイルスの表面、末端には抗原ペプチドが定義されているという遺伝子工学を用いていますが、この主要なカプシドと呼ばれるタンパク質は現状では全く未収集、手つかずのままになっています。そのため、さらに遺伝子工学、合成化学などを駆使することで、さまざまな機能を持つハイドロゲルの創生を目指していきたいというふうに考えています。そうすることで、医療や医学など、あるいは生物などに科学の力で貢献できるのではないかということを考えています。最後になりましたが、国際科学技術大学の皆様、ご講演いただきました大塚先生、芹沢隆先生に心よりお願いいたします。最後になりましたが、質問、コメント等がありましたら、財団の方でやらせていただいております、ブログのコメント欄でも受け付けておりますので、こちらのサイトも見ていただければいいかなというふうに思います。また、この後、人類が初めて合成に成功した人工繊維、ナイロンの合成というのを実演させていただきますので、ご興味のある方はぜひ見ていただければいいかなというふうに思います。発表は以上です。これから行います実験といいますのは、ナイロンの合成を行いたいというふうに思います。このナイロンというのは高分子ですので、モノバーユニットが必要になるんですが、ヘキサメチレンジアミンと呼ばれる塩基性のアルカリ性の化合物と、セバシン酸ジクロリドと呼ばれる酸性の化合物が存在します。この化合物はそれぞれ水と油に溶けるといった性質が知られています。油に溶けるモノマーと水に溶けるモノマーを混ぜますと2層に分かれるということが想像できるかと思います。この水と油の接触界面でこの2つが反応し、ポリアミド、いわゆるナイロンです。ナイロンの膜がこの界面だけで生成します。この膜を引き上げると膜がなくなりますので、新たに界面が存在し、そこでまたフィルムができます。といったことで、連続的に膜が生じます。この膜を適切な合成速度で引き上げることで、連続的にナイロンが生成され、糸ができるといったメカニズムになっています。これは非常に簡単なメカニズムなんですけれども、非常にいいナイロンを作ることができる優れた性質、優れた手法として知られています。2つのモノマー溶液がここにあります。こっちがで、こっちが水になります。で、2つを混ぜますと、水と油ですので、混ざり合わずに2層になります。なるはずです。若干見にくいんですが、水と油が分かれているのが見えますでしょうか。水と油、ここに界面が生じているのが分かります。ここで今、化学反応が起きています。でここにはもうすでにポリアミド、ナイロンのフィルムというのができていますので、そこからピンセットで膜をつまみ上げるということをしてみますと、糸がこうできるわけです。でこれがナイロンで、ここで連続的に防成が起きていますので、これを適切に今こうくるくる棒を巻いて引き上げているんですけれども、そうすると連続的にナイロンが防成されるということになります。若干後ろが白くて糸が見にくいんですけれども、こういった形で水と油にそれぞれ異なるモノマーを溶かして界面だけで反応を生かすといったシステムを使ってこれちょうどこれ今こっちをくるくる巻いているので連続的に糸が伸びてきているということになります、こういった形でナイロンを簡単に合成することができるということをデモンストレーションしていただけるというふうに思います、こういった形で合成された人工繊維というのが我々の世界では非常に広く使われていますので、高分子というものをより身近に感じていただければいいかなというふうに思っております。どうもありがとうございました。それではですね、これで優しい科学セミナー第237回を終了したいと思います。最後に澤田先生に盛大な拍手を送って、どうもありがとうございました。